マージャンファンの皆さん、こんにちは。本日はロンロンカップ2023スプリングの模様をお届けしております。司会実況のエリカ・マイコです。どうぞよろしくお願いします。そして本日の解説には前田直也プロ、そして今回、敗者復活戦準決勝の、プレイヤーズ解説には白金咲プロにお越しいただいております。お二人ともどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、それではですね、準決勝に進むメンバーが先ほど、お題クリアの勝俣プロも含めまして決定しましたので、ちょっとお話の方を伺っていきたいと思います。さあ、お願いします。あれ、はい、大場さん仕事です。あれ、はい、それでは、この後はですね、準決勝の方が行われますので、そちらの方を、行く前にまずは告知の方をご覧ください。はい、はい、告知出ますかね。ちょっと出ないようですね。でも とても、たっつんどこに、はい、はい、ロンロンカップに出場するにはロンロンカップ2023サマーの参加権利争奪戦に勝つ必要がございます。詳しくはホームページの方をご覧ください。はい、こちらたっつん、これ選ばれたたっつんですね。とても可愛いですね。さっきまでたっつんはいたんですけど、ちょっとですね、もう帰っちゃったということで、ここからは、僕が交代してね、行きたいと思います。なんか噂によると心ないコメントがなんかあったなんていうこともあるんですけど、そんなことないとは思うんですけどね。そのコメントを見てタッツさんがへこんでしまったようですね。ということで、まあ気を取り直していきましょう。では紹介です。まずは A 択勝ち上がりと、勝ち上がり準決勝に進出となりましたグレートムネさんです。よろしくお願いします。お願いします。だいぶ時間は空きましたけども、なかなか白熱した1回戦目でしたね、予選 A 択は。いやー、もう緊張しっぱなしでしたね。あ、そうなんですね。あんまり緊張見られなかったと思ってたんですけどね。いやー、緊張されてたんですね。ましたうん、なんかこの後結構またすごいメンバーがいるんですけども、どう思いますか？いや、さっきもね、2つの対局見てたんですけど、はい、いきなりさ、なんとすごい手ばっかり作られてる。怖いっすね、もう。そうですね、すごい手たくさん出てますね。では最後に意気込みの方お願いしていいですか？はい、とりあえずまあ頑張ります。はい、頑張ってください。よろしくお願いします。はい、続いてはこの方、予選 B 択から、準決勝進出となりました東条リオプロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、東条プロもね、はい、先ほど結構熱い戦いでしたね。そうですね、途中から失速して、はい、もう私には流れがないなっておとなしく最後らへんはしてたんですけど、はい、まあ、なんとか2着に残れて、まあ、この卓に来れたんで、はい、まあ、よかったかなと思います。はい、はい、この後会長とまた勝俣さんとユーザーさんという卓ですけども、はい、どういう作戦でいきますか？ガンガン行こうぜですね。ガンガン行こうぜ、はい、まあ、トップしか意味ないですからね。そうですね、もうさっきは 2位か3位でもまあチャンスはあったとは思うんですけども、今回はもうトップしか意味ないんで、はい、あの決勝に、決勝もやっぱりトップしか意味ないんで、その決勝に向けて、ちょっと勢いづけるように頑張りたいと思います。はい、わかりました。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、予選 C 択準決勝進出となりました森山重和プロです。よろしくお願いします。はい、お願いします。先ほど広瀬柴田プロとの接戦をで見事ちょっとねまくられてしまった形で、かなりちょっと言い方あれですけどね、惜しいところで2着となりましたけども、どうでしたか？いや、ね、はい、まあ、3マって本当ギリギリの勝負なんですよ ね、 ですね、ちょっとしたことでね、勝つか負けるかっていうのが、はい、今回は1位だけなので、はい、やるかやられるか、壮絶な戦いをお見せします。はい、それは楽しみにしております。はい、よろしくお願いします。はい、最後はこの方、3着で見事権利を獲得しました勝俣健二プロです。よろしくお願いします。お願いします。はい、勝俣プロ、先ほどのオーラスはもうすごかったですね。あ、スワンコ短期惜しかったですね。はい、いやー、あれも山にもあったんですけども、もう勝ち上がった白鳥プロよりなんか目立っちゃったような印象ではあるんですけども。そうでした？そうですね、もうすごいあの曲の話ばっかりで、うん、ね、でも見事ここに残れたわけなんですけども。そうですね、ちょっとね残れそうかなと思ったんでチャレンジしてみました。はい、うん、そうですね、この後、トップ頭取りの麻雀なんですけども、はい、
なんか作戦とかありますか？そうですね、ポイントはやっぱり親番なんで、はい、とにかく、はい、親番で勝負手を決められるように頑張りたいと思います。はい、わかりました。それでは頑張ってください。はい、ありがとうございます。お願いします。以上の4名で準決勝が行われます。はい、勘四郎さん、ありがとうございました。なんかちょっと帰っていっちゃったみたいですね。うん、はい、そうですか。ちょっとで、ね、期待してたんですけれども。皆さんこれからもね、たっちゃんも、よろしくお願いします。さあ、白金プロは対局お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした、はい、どう、ちょっとオールインはなかなか、なんかあんまりなんかオールインするような手も来たかな。あったっけな。なかなか難しかったですよね。親番はしっかり押し切った点ところもね、カンパーピンのところとかもね、あったんですけどね。ちょっとね、こればっかりは三人麻雀、本当速度感とかいろいろありますからね。そうなんですよ。さあ、この後はですね、会長も含めました、そして一般ユーザーさんも残ってますので、ちょっと一般ユーザーさんの決勝も見たいなと思っております。うんうん、さあ、それでは対局の準備が整ったようです。ロンロンカップ2023スプリング敗者復活戦準決勝東杯のスタートです。お願いします。さあ、立ち会い人の大場三四郎プロの合図により、この準決勝、さあ、こちらがスタートということになりました。ちーちゃから森山茂和、なんちゃ勝俣健二、シャーチャ東条理央、そしてペーチャ一般ユーザー代表グレート宗さんの並びでスタートしております。ドラはイーピンです。さあ、今回は森山会長がちーちゃ、そしてグレート宗さんが抜け番ということになります。さあ、一発裏ドラ、カンドラ、赤ドラもあり、60分プラス1曲、60分プラス1曲の時間打ち切りということになっております。では、お二人ともどうぞよろしくお願いします。お願いします。ちなみに勝俣さんが先ほど、うん、あ、結構白金さん3人麻雀打ち慣れてるんじゃないかな、押し引きがしっかりしていてはっきりしていてって言ってたんですけど、うんうん、普段結構打つんですか？結構打ちます。あ、そうなんですね。対局の前も打ちます。打つ？打ちます。あ、本当、はい、好きです。ゲームでもリアル麻雀でもリアルでも3人麻雀、リアルでも打つんだ。はい、リアルでも打ちます。うーん、あ、じゃあ逆に余計ね、勝ちたい気持ち強かったですよね。ただやっぱりちょっとあのこのルールで、その親番すごい大事 で、はい、あの、ね、打点の種っていうのが作りづらいと思うんですよ。赤が2枚で4人麻雀に近い3人麻雀だと思うんで、ちょっといつもと違うから難しいは難しかったですね。あと、この抜け番制度もありますしね。そう、めっちゃ考えてました。ここで声どっちか上がった方が私に有利じゃないとか考えてた、はい、あ、なるほどね。そうそう、リーチありました。先生リーチ、サブローピン待ち。さあ、東条からの先生リーチが入ります。めっちゃいるね。などありましたか？めっちゃいる。六山だね。六山、ここに2枚だったんですか？嘘ついた、嘘ついた。四山でした。川に2枚いましたね。手の中に2枚、川に2枚。ただ、4枚十分ですね。さあ、イーペーコー完成して、これは打点十分です。サブローピン。こういう先制リーチ打ちたいですよ。打ちたい。なかなかそういう場面なかったですね。親番で一回。ああ、これだ。まっすぐ。さあ、リーチピンフ、イーペーコー赤、裏ドラは乗らず、ただ番眼。さあ、ここは大きな8000点の上がり、東条の上がりからスタートです。さあ、東条がここはまず上がって、ただ8000点なんて1000点みたいなもんですか？まあまあ1200点ぐらい。1200点ぐらい、本当感覚的、感覚的には、うん、そうそう、1000点ではないけど2000点ではないみたいな感じ。なるほど、うん、まだ全然微差だということですね。と2局に移ります。会長まっすぐ行きましたね。本当ですね。そう、ドラ切った後のスーピンだったんで、はい、結構ね、しかも迷ってスーピンだったから、そのピンズ周りちょっと警戒されるかなと思ったんですけど、まっすぐ打ち切りましたよね。そう、一つ一巡前に悩んでからのスーピン切りでしたからね、うん、そう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 。ただやっぱりそのずっと言ってましたけど、やっぱ親番の重要性っていうのもあって、まっすぐ打ち切ったっていうこともありますか？親超大事ですよね、はい、積もられ損が今回はないと、ね、点数は1点、通常のね、麻雀と一緒の場合になってくんですけど、うん、積もられた時に親かぶりっていうものが今回存在しないということになっております。 1.5 倍上がれるけど積もられ損はなしと。そうけど、何でもかんでもいけばいいってわけじゃないからね。、はい、そこが難しいところでね。そうですよね。そうそうそう。
自分人面つもないけどじゃあ巻いてていいのかって言ったらさそういうわけじゃないしね。これね結構今まで 1,2 巡目リーチとかもありましたからね、そういう時はね、うん、ちょっと目をつぶっていかなきゃいけない時もありますけどね。宗さんもう国士行きましたね。はい、さあこの後に移りますよ。こちらです。あれ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 来てるじゃないですか。来てるね来てるね。これは勝又プロの国士無双を間近で見てましたからね。ヤンシャンテンだよね。ヤンシャンテン、ヤンシャンテンだよ。すぐ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 ハツとシャーイーマンだね。ハツシャーイーマン、あ、イーマンがそうか。勝又に2枚しかも今回ねみんな手がイーシャンテンだけどね、なんか軽くないんで。そうですね、残ってるところが来たイーマンが残り1枚しかないんですよ。シャーバにもいるね。ああ、かっちゃんから見たらもうでもかっちゃんが出ることないねこれね。絶対出ないですね。しかも僕チートイスだからね。そうラッキーって思う。もうね重なって。でもさこれで例えば三蔵とか引いてさ面本の渡りとかが出てきて、でこの川の人がいて勝又さんですよ。でもいやいやでも宗さんがまだテンパってないと思ったら、うんうん、今なら間に合うなと思って切られるは。ただ9万はゼロパーではないけど。もう 0% かもしれないけどちょっとねもう9万が出てきちゃいました ね一旦テンパイしましょうシャーマー。あーこれも切らないね、これも切らないわ。ヤンピンとウーピン被ったらめっちゃ痛いね。痛いですねめっちゃ痛い。赤ウーピンもヤンピンもどうだ表示牌じゃなかったらなみたいな。本当そうですね、一旦シャーを持っていきましょう。あ、先にこっちがテンパイだ。ピンチーピンリーチあるね。リーチあるリーチある。あ、2枚切れ。2枚切れだけど2枚いそうじゃない？うん、いそうです。あ、テンパイじゃない。あ、テンパイじゃない。まあ、テンパイじゃないとも言いますよね、ああいうのね。テンパイじゃなかったね。そうそうそう。テンパイじゃないとも言います。ピンチーピンと112のところですね。柴田さん。では全員抜かれちゃった。今ちょっと今柴田さん、柴田さんちょっと今柴田さんって言った。そんなことありました。上流王家が方位をなんか煽りか煽ってる。でもちゃんと終わった後に自分で教えてくれたんですよ柴田さん。言わずにはいられなかった。言わずにいられないでしょ。あのまま黙って帰ったらさマジでさ本当次決勝戦残してるからちょっとここでメンタルそうそうそうでもねしっかりと通過しましたからね。これがテンパイっていうのはね。これテンパイ、これはテンパイですね。間違いないです。でもさすがにね宗さんがねあれだもんね来てるからこれも急速切らないもんね。三蔵切ってただチーピンがまだ赤鬼2枚切られてるだけ。ひょっこりもうドラもあっさり切るもんね。本当ですね。これはいけない。かっちゃんテンパんないな。ここからギオちゃんから見たら怖いですよね。怖いね。さあひとまずチーピンは残り2枚山、もしかしたらひょっこりと登場積もるかもしれません。いやー先輩しない。さあ親番、大事な親番勝又。大事な。しかしここでチュンですね。どうだ。あ、テンパった。おお。さあなんとか天敗取り切ることができました。これで手が開かれます。東条と勝又二人天敗で流局です。結構ね早い順目のリアンシャン天で夢があったんですが。ここはグレート宗さん。さあそして勝又が連チャンです。抜け番が変わりました。さあトンの2局一本場です。今度はグレート宗さんが抜け番になります。ドラは数層です。お赤の両面ターツドラもあった頭も両面ターツ、うん、頭もあるしまずまずじゃないですか。はい、あ、ここもいい。めっちゃいいめっちゃいい。赤ドラメンツあるのいいね。いいですね。ですよ、うん、ちょっと一番、うん、比べちゃうとう、ね、他の二人と比べちゃうと重いかな。白金さんは今、はい、動画が動画がすごいことになってるじゃないですか。バズってるバズってるバズってる。いやでも何よりも、はい、あの動画をまあ、あれをするっていうですね
気持ちがハートが強いあれ何点買いだったの？あれ確か、うん、いや31と13流してたんで8点とで、お母さん30万残せって言ったから30万になるところだけちょろっと買ったんで、ね、10点ぐらいかな、ね、会場にもお母さんついてきてましたからね来るって聞いてうん暇だから行くって言われましたあ本当、はい、見守ってましたねそうなんですよ、お父さんには絶対見せらんないです、見せらんないこのなんとかじゃあお父さんの連絡先怖い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 、それを使って今度はねこの白金さんも揺すってだバラすぞってこれ見せるぞ、結構怖い、いや怖くないんですけど、全く怖くないんですけど、あの一切何もそういう公営系も何にもやらないんで、ね、ちょっと理解がそう、あなるほどね、そっかそっか、でも麻雀プロっていうのは知ってるんでしょ？知ってます知ってます、ギリギリ それを認めてくれたのはね、ギリギリ嬉しいよね、うん、でもねこんなに結果も残していろいろな対局それを得てこう出られるようになって、やっぱねちょっと知ってほしいけどちょっと知ってもらうの難しいですね、うん、そうだねなんかこう、白金さんのお父さんでいくつ？私の父親60いくつだっけかな、60いくつか、いくつ30そんぐらいか、でもそんぐらいだと でも昔の人ってやっぱりどうしてもやっぱ麻雀のイメージとか そういうイメージがね良くないから、そうなんですよ、うちも親父はね他界したんだけど結局ね麻雀プロになったことを言ってないもんね、言わずに言わないものですかそうそう、もう絶対無理だと思った、絶対無理だと絶対言えなかった、う特に田舎なんでやっぱ、うん、田舎の方がより理解が、うん、そうかもしれないね、確かに確かに、なかなかね、でもちょっとずつねこうクリーンで、そうだね、こう脳トレっていうところもあったり、競技っていうところもあったり、うん、習い事の一つだったりとか、うん、本当にいろんな幅が広がってきて、うん、連盟道場もすごい年齢層ですよね、うんうん、そう大学生と90代が同時に卓を囲んだりとかっていう、女性のお客さんも増えたし ね、 本当そうですね、ありがたいよね、なんか OL さんの習い事の一つとして麻雀も選んでもらったり、うん、嬉しいですよね、すごいことになってきてますよ、そうすごいことになってる、で東条さんの手もなかなか、さあそして誰もなんかここがねテンパイ、この形からテンパイしないんです、めっちゃいいんだよね、あさあ1ピン持ってきました、テンパってないですね、うん、もうリャンウッパーピン、リャンウッパーピン、リャンウッパーピン、そうそうそうリャンウッパーピンのピンも OK みたいな感じ、そうそう、まあ、生き落ちといつもありますみたいな感じのねかなり手広くなりましたよ、来た来た、これどう取るかだよね、ウーソーがもうないのよ、あただリャンゾーは狙えそう、ドラ切っちゃうもありだし、そうリーチするんだったら三蔵だね、さあここで選択ありましたが、いい街に見えるけどリーチになります、あすごい、何引きました、今のチーソーすごくないですか、さあ3枚チーソーを抱えて勝又です、さあここからどうなる、シャーも2枚切れか、シャー2枚切れなのか、チーソーはもうない、スーソーもテンパったよ、ローピンです、ねっとりすごい切り方ですね、すごいねっとりした切り方でしたね、スーソーもまだ1枚、ローピン、いや怖い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 、パーピンは現物、え？ローピン2枚いない、ローピン2枚いそうです、いるよね、いそう、さあここからはもう出ません、さあこれで、さあテンパイです、手が開かれます、すごい、さあスッチーソーシャート、こちらも森山会長手が開かれたらヒヤッとしますよね、うーん、まあ、パーピン出てきましたからねそうだね、スーソードラ切りもあったけどね、はい、まあ難しいところだよね、さあこれで手が開かれて東条と森山の2人テンパイで流局です、さあローピンまで山にいましたがここは静かに、うん、はい、さあ一発大きなの来るかと思いましたがまだまだです、さあ東条の親番になりました、ドラは9ピン、なんかすごそう、あドラが1枚、ソースがちょっと多そうですか、ちょっとなんか縦っぽい感じの ね、あチーソー頑固か、イーソー統一、リャンピン統一、チーソー頑固、今度はトップじゃなきゃいけないんですもんね、うん、そう、戦い方がまた今までとちょっと変わってきますか、うん変わってきそうです、逃がしてもらえないですからね、うん、もうあ急走も陳逸もあるしね、ドラをいつ切るか、重なったらどうするかもちょっとむずいけど、うんドラの9ピンの切り時重なったらもうちょっと統一していきたいね、うんチート逸になっちゃいそうですか、うん左発も重なってきて、左発本逸ドラ
チート位置、本位置、チート位置なども見えるのはグレートムネさんです。うん、さあゆっくりと牌を選んでいきます。あ、嬉しい、一気に行きましたね。そうですね。さあこれは魅力的な手になってきますよ。森山会長染めて好きなんだよね。大好きですよね。さっきもめっちゃやってました。いやもうさ、ロンロン、ね、前からずっと会長よくね、さんもやってたのをずっと見てたことがあって、はい、どんだけ染めんだろう。ギャン面もぶった切っていきますか。どんだけ染めんだろうなと思って、どんだけ好きなんだろうと思って見たことがあって、お、面本チートイのイーシャンテンになりましたね。そうずたいピンズがくっきり、うん、もう皮でも、そうですね。グレート宗さんはね、さあここでユーザー代表の宗さん、なんとか一つ大きな上がりみたいです。いや難しくなる。さあ、ローソーがあんこになってしまいました。あ、なんまやっぱチートイツの候補として狙いたいのもあるかもしれないですよね。ここはなんは切らず。こういう時は難しくないですか。難しい難しいですよね。あの、狙いたいけどもう一人本一いたら結構持たれてそうだし、いやただそうじゃなかった場合は山に残ってるし、ね、何の所在ですよね。そう、東条が1枚切って、この残りの難がお、チートイツのいいシャンテン。じゃあもうなんかソーズとピンズ、おお、自身であんこになる、スーあんこ、スーあんこ、スーあんこ、でも初もちもちなんだよね、これね。あ、そうかそうか、じゃあスーあんこじゃなくて普通にチッ、そう。東条さんの欲しい9ピンね、これ全山だしね、会長も欲しいんだけど、あ、これ来た、あ、来た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 、チュンチュンってね、まあチュンチュンってあのつもぎりだけどさ、一枚手出しの爆発のシャンポン、同じ先生リーチ入りました。いやこれは切れないよ。嘘いく、まあでもこれドラドラだったらあれだけどね、まだドラ1枚だもんね。そう、ここはちょっと、あ、でもチーソー、あ、まあチーソーか、まあ嘘もあれだね、まだ行く気はあるね。まだチートイツの方、あれ、これ当たりじゃない、危ない危ない、この手になっちゃってるからな。わ、えらいね、わ、硬い、いや、え、すごい、すごいね、ほんとだね。これ予選の時もありましたよね。あ、テンパったよ、グレートムネさん。お、これもう勝負に行くならローピン切りたいけどね。ローピン切る、おー強い、きたー、チートイツ取られた。ウーソーはここに1枚、あ、予想通りまたウソある、ウソある、まだ残り2枚ある、ハクモンチ、いやもうもうピンズ切りたくない、そう、1個頑張ったけどもう1個押せるか。いやだけどウーソーもね、会長には良さそうなんだけど、ムネさんが分かんないからね、想像多そうだし。さあひとまずイーピン短期に変わりました。チートイツドラドラ、怖いな。でもこれテンポ、 EP もまだ1枚ありますね。ある、ある、ここでやめる、あ、すごい、いやここの弾力、我慢強い、あ、でも3ピンぐらい、ローピン通りましたもんね、うんうん、もう当たった、強い。さあリーチツモハク、面本赤、裏が、あ、なんかピンズっぽいですか。ピンズっぽいね。うん、違いました、ピンズ、あ、違いました、ぽかっただけですね。すいません、リーチツボ、メンホン、ハク、ドラ、ドラ、バイマになりました。ぽかっただけでしたね。失礼しました。さあここは会長が大きな上がりということになります。さあ8000は8300オール、はい、高い。あ、日本馬でしたか、失礼しました、8600オールですね。さあここで会長の大きな上がりです。まあ、たかが倍満ですもんね、ぶっちゃけ。何点ぐらいですか。4万になると、いやいやいや、1万6000でしょ、うん、残休ぐらいじゃない、5-2 ぐらいはせめて思った。感覚残休ぐらいじゃないのかな、なんか。ただちょっとだって公式ルールはね、公式ルール、公式ルールの残休高いっす、あ、ちょっとそこそこね、あ、なるほど、まあ、公式ルールは残休だけど、ね、4セオルで沈んじゃうみたいな感じ、そうですね、そんな感じぐらいかな。あ、なんか分かりますよ、ね、ちょっと重要性が高まりました、ね、残休の普通の赤入りの残休が。そうですね、それでもちょっとね、安すぎる ね、 うね、うん、いくらなんでも。じゃあトンの4曲です。ドラはいいそう、今度はグレートムネさんの親番、東条プロが抜け番です。ドラドラですけど、さあ横に伸びていくか、想図、ここは形がいいが打点がまだない、またチートイズみたいになってきたよね。そうですね、本一ですか、また。
本当ね好きなのよ。いやこれマジでこれありえますよね。もう数ピン切ったから結構本一ですよね。そう結構本一なの。残ってるところもね、カンパンピンですからね。ドラドラだしそこまでほら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 。思い返した。声が聞こえたんじゃないですか。チューンを仕掛けた。ほらほら、ウッピン切りました。急須はぼかしました。あ、なるほど。我々を騙してきましたよね。そうですね。これはもうまっすぐ行くかと思いました。そうそう。我々にもぼかしてきました。ウッピン切りたいね。そうですね。あ、もう決めた。チリドイツ。ソーズの本一。いやでも分かんないですよね。分かんない。だとただ会長の采配からしてピンズの下が良さそうだっていう。それによって、いやーでも急速切れないな。切れないですよね。一旦リアンピン切る。白あんこったらちょっとね、吐きそうだもん俺。吐きそうですね。ねこのしかも大事な親番で、うん、やっぱりねこう手広く横の伸びはのが、ああただシーソーあんこになった。横の伸びは逃したくない気もするけど。チートイツ狙ってるのに一つあんこるとなんかよりなんかちょっとチャンスをね、はい、分かる？分かります、ね、分かります。なんか難しいとかでねもう決めちゃえばいいんだけどさ、はい、視聴者もいるかみたいな。ああ急走痛い急走痛いね。視聴者もいるか何スーあんこ狙わないの？この形になるともうポンって声もかかるか。かもしれないね。なんかもしれない。あ、なかなかない。いや。ね、予選の時もなかなかった。そうそう2枚目の役配ドラギャンピンのドラあんこで初かなんかトモドトイツだったんですよね。トイツね、もうあハクトイツだでハクの表示配になるから泣くかと思った。泣かない。え2枚目だよ。ドラあんこだよ。ああ俺はでかい人間だったやっぱり。ちっちゃかったです。ちっちゃかった。さすがに。あ、泣いちゃった。まあそうですね。さすがに。よかった人だった。さあ、ハクトイトイ。人じゃないのはもう変えたらしいからもう。とりあえず。人ではない。魔王は。魔王かいない。魔王のことじゃなくて、タッツァンのことや。タッツァンか。魔王かと思った。人じゃないのはタッツァンでしたね。ひどいね。ひどい。だってもう魔王は魔王じゃない。人じゃない。全ワイパーさん。すごい。リーチ一発つもドラはありませんがドラが1枚2枚です。うらうら失礼しました。うらうらでした。リーチ一発つもドラドラ。さあ満貫の4000オール全山でしょみたいな感じのめくり方でしたね。そうだよね。そうさあ4000オールのつも上がりということになりました。さあここは勝俣がまた上がってきます。さあこれで何入になりました。何の一曲です。森山の親番が戻ってきます。さあ今回の抜け番はグレート宗さん。ドラ表示牌をねめくる係はありましたね。おお、なんか良さそう。すごいよく見える。さあ赤ウソ見えますよ。ピンズもリャンメンターツソーズもメンツできてそうですね。いいね。一通とかで、ああもうドラのスーソー引きたいね。あそうですね。ドラのスーソーが一番いい。一番いいね。ドラのリャンメンターツができて他の形も十分。登場だけちょっと重苦しい手配だ。なんで映った。ああそうそう引いた。そうそう引いたよ。マジでそうそう引いちゃった。言霊。マジでじゃあ次何する。何する。トン一旦トンはずもそうトン。言えばいいってもんじゃないんですよ。ちょっと。俺なんか良さげなやつ引くからローソー引きました。ローソー。無駄そう言ってみたら。いやそんなストレートにいかないじゃんマージャンってさね。そんなさ、そう一旦トンぐらい挟んでからのね休み三蔵ぐらいさ、そんぐらいだよ。そんなうまくいったらなんか、まあ、これどうしましょうか。会長もおあーもうこれサブローピンで安くしたね。あ先にそうかそうか、うん、そうさあこれで両面をさ固定しての森山いいシャンテン早くリーチしたい。お両蔵先切るのかと思った。会長順を持ってですね、うんうん、さあすでに大物ってのはいいシャンテン。まあちょっと不満だけど不満しょうがないかって感じですね。まあ、高いんですけどね。そんないやいや。もうドラあるのに。あれは三味線ではないです。三味線じゃないですね。まあ、まあ気持ちは分からんでもない。まあ気持ちは確かに。でもねリーチピンフ赤とかありますからね。ちょっとそんなやめて。すごい抜かれるんですけど。やめて本当。前田さん。会長は絶対見返すことないだろうと思って言ってんだからさ、やめてちょっと本当。もう本当に今日前田さんが喋るたび抜かれるんですからね。本当にさやめてほしいよね。
自分の自分の麻雀こうなんか人生のこう寿命縮めてる感じするもんね、なんか喋ってると、ね、麻雀界の寿命縮めてる感じじゃないですか。じゃあちょっとサブローピンを数えますお願いします。ローピンが残り 1枚、あ、3ピンが前山、前山、前山だ、3枚いる、あ、4枚、はい、3枚山です。ここに見えない3枚山でした、3枚山でした。ここあ、そういらないです、いらないです、十分ですね。笠本君テンパイ取らなかったですね、急走切りませんでした。急走切らず不満そうですね、ピン切りだこれはなんだ、これウーピン、ウーピンだ、これならいけると、いきますかさあここで三面ちゃんになって追っかけリーチ、勝俣からのリーチです。東條さん9ピン3枚だから実はあ、これもう同じみたいなもんだね。さあサブロック9ピン待ち、どうだ、いやそう、9ピン1枚、9ピン1枚だけ勝俣の方が多いが、ほぼほぼ一緒、サブローピンをめくり合う。さあここは決着がつくか、決着つくんですか、つ、いやこれはこういうのはね、あのエリカさん詳しいよ、どっちが勝つかもう分かってるもん、ね、どっちが勝つか、ね、決着は、うん、決着はつきますよ、決着つ く, 着つく、ね、本当決着つく、つきません、東條が全部、うん、吸収する、吸収します、吸収する、この後全部吸収します。でも実際ね今リョウちゃんのとこまでしか行ってないから、そうですね、ほら、あっさあリーチいつもうら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 、また、さあここで勝俣が再び大きな4000オールの上がりです。決着ついちゃいました、あっという間だったね、あっという間でしたんと、さあ再び4000オール、4000オールと続きまして勝俣が加点していきます。さあこの熱い激突をグレート宗さん見ていたということで、さあ今度は加わりますよ、まだ30分あるからね、うん、まだまだ全然、はい、まだ半分、全然30分なんて折り返してもないんですよね、うん、そうそんなに離れてないもんね、そうなんですよ。何の2曲になりました、勝俣の親番ドラバスウーピー、うん、ちょっとこれ難しいがシャワーからいきました、あら、あ、なんかよく見えるけど実はそうですね、まだちょっと孤立杯も多いし、これ全員時間かかりそうですね、うーん、スピンズの本一へ、あら、ここが普通に後継増えてくればですか、ピン不形になるか、あーまた本一だ、うーん、なんか宗さん結構いくね本一、そうですね、うん、なんかふわっと自敗どれか選びたいですけどね、そうね、そうですね、まだねいろいろな普通にピン振って横伸びも考えてリーチ手順もありますけど ね、うん、あるね、あるある、しかもドラの色も数ピンですからね、うん、ピンズ、あ、チーピンは切っています。さあ勝俣は赤嘘も持ってきて役牌が初ポンです、これはいポンです。さあ初赤、さらにドラが使えれば5800点以上の上がりになります。さあすでにイーシャンテンは親番の勝俣、うん、伸びてきてる。さあ手広い形、受け入れは十分の手配になっているな東條です。さあ誰がいち早くテンパ入れるでしょうか。宗さんは前順9万があんこになったんですよね。そうなんです、もうしぶしぶ本一諦めます、うん渋々渋々の現在イーシャンテン、うん、この形になっています。シャワーも切った。なんか立て立てしてますね。そうですね、グレート宗さんもちょっと立て立てしてますもんね。うん、あ、これヤンピキの嫌なんだね。あ、なるほど、だったらもうチートイツでなんとか。さあすでにテンパイ入れました。いいピンがんこになって関数ピン待ち。関数ピン全山なんだけど。ちょっと超える。そんなバカな。そんなこの順位ですよ。ドラですよ。さあ7700のテンパイ。大きいね。はい、大きい。でもリオちゃんもチャンスですよね。そうそう、チャンスチャンス。
うん、結構これリャンウーピン嫌だろうな。そうだね、リャンウーピン切らない選択だとね、3ピン切ってね、あ3ピンだ、うん、2ピン切ったらもうしょうがないね、もう H っていくってことですね。そうグレートムネさんもね、もうピンズを切らない形で、さあここなんとか粘れるか。そうなるとあーいったいったいった、ね、パーピンがね、なるほどね、ほう、あそうかパーピン振りてんだからね。もうこれあるあるで、数ピン持ってきた後にもう一回数ピンで宝珠の未来がこれだとないんで、あそうですね、そうだね、一番悲しいですよね、一番悲しいやつ積もりそう、うわー面単品一発積も赤ドラ羽マンまでか。さあここは羽マンの上がりになります。6000オールの上がり、おーやるなー、来ましたね、東条さんらしいよね、そうですよね、ウーピンギリリーチって言えるところが。さあこれで一発でドラを積もって、さあ東条も這い上がってきます。ちょっとムネさん頑張ってほしいよね、まだ一回も上がってないですか、上がってないかもしれないかもしれないよね。うん、そうですか、手は初が統一、チェンも統一、チェンも夢がある、ドラも大きな上がりして、やったさあ現在トップ目の勝又となんと100点差になりました。先ほどの上がりで、あれこれ国士また行くんじゃないの、会長とも離れてないですからね。なんかグレートムネさんはこう素直には行ききれない微妙な手配が来て、どうしても遠い手組になっちゃいますよね。そうすると後手を踏んでしまって上がりにつながらない。ドラがあったりね、一直線に行ける手だったらいいんですけど、です、ね、そういう手がなかなか来ないときは今みたいになっちゃう。ちょっとあと30分で自分の番が来るかどうかですよね。そうだね、どっかで踏み込まないとこのまま積もられ積もられで終わっちゃいそうな。いや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 、ただでも親番で一回ね9000オールって言ったらね、すぐ並んじゃうんだよね、うん、これね、この後か、この後の親番ですね、うん、あでもこれチャンスかもね。どうしましょう、これも絶対急走待ちになっちゃうもんね、確かに。そういう手組になるとね。あらうまい、おおすごい、カンちゃん選ぶの上手、そうですね、さ両カンから3ピン切ってこの選択バッチリです。さっきのところ難しくなかったですか、ピンズ切るかソーズ切るか、まあ、そうね、まあ本一にしたかったんだろうね多分ね。さあ選択バッチリ、まあ多分2人の捨て牌見てってことだと思うんだけどね、どっちかっていうと、うグレート宗さんからはソーズ、1枚目はチーピン、その後はソーズがひたすら切られています。急走1枚いるからね、まだね、急走重なったら大チャンスですね。東条が2枚持っているだけ、このドラを引けるか。逆にこれリオちゃんがきついですよね、初もモチモチになっちゃって。そうだね、確かに。ジュンはこれはまだ山の中で、ね、染めますか。さすがに会長染めないですそれは何でもかんでもではないです、はい、ちょっと数が多いな、リャンメンジャンメンあるんですけど行ってみますか。いや行かないですね、行かない、チートいつもないもんな。数層切ってるんだよね、数層積もる、このままつもぎりです。うーん、伸び悩んでる。そうですね、ただチュンがまだ山にあるということで、2枚山ですもんね。チュン急走みたいなのじゃないときつい。シーソー、あれ遅か。さあグレートムネさんもこのイーシャンテンから進むか。うん、もう白がないんでね、うん、ただ白を切ってしまうと国士ではないってことがバレてしまうので、はいはい、これは3面ちゃん2面にしますか。あー、もうウッパーソー良くないと思ってます。ここは小さ切りの選択でした、ちょっと意外でしたね、なんか5が2枚切れですけど、パーソードラ表だね、良さそうに見えるけどね、やっぱチーズ、いやそう考えてるかも本当ですか、結局染めんのかってまず一つリャンメ言い過ぎだよ、ちょっと白がないですねでも見ないんですよね私何にも言ってないですよ会長、私は何も言ってないですよ自分の保身だけ汚い女がいるぞ、本当だよお前、道連れに決まってたろ今なんか言ってますけど、エリカワさんにカンペ出されました。本当だよ、それでオールインしよう。そうですよ、そうそう、エリカワさんがカンペ出してきます。カンペ出せってインカムから来たんですよ全員巻き込む、裏方的に回すのもあんまり良くないけど確かに
テンパったよ。いやでも1枚ずつ切れてるもんね。チュンも切りづらいですよね。パーピンのシャンポンでひとまずテンパイですが、この順目、まあ、パーピン、おー、サトミだ。まあ鎮痛になったら、うわー、きた、わけそ自身で引いた。これでグレートムネさんのね、この急走もないということで、なかなか転敗も難しいか。罠みたいな山荘だったね、今ね。本当ですね。怖いね。あ、再びってなっちゃいますよね。あ、転敗だ。でもこれは急走になっちゃうよ。急走切って練り仕掛けられたらすごいなと思うけどね。あるよね。ありますね。まだ1枚あるぞ。さあ、これ引いたら大きい。上がりたいな。グレートムネさんのところにチュンがもし来たら、なんでそんな意地悪なこと言うんですか。でもここまでの守備力を見てくださいよ。なかなかチャンスがなかったというあれなんですけど、順目も少ないですし、檻の選択も今回でも打点ついちゃってんだよね。そう、まあそうですね、うん、見た目綺麗だし、そうすんごい羽マンだからね。羽マンね、だってそうでしょ、本狼チートイドラドラでしょ。 もっとありそうに見えません、なんか。まあね、なんとなくね、見えるね。もっと高そ う, そう、なんか本狼チートイド、ああ、そう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 。さあ、ここでリーチの選択になりました、グレートムネさん。もう国士じゃないことは間違いないので、まあチートイですよね、この捨て牌だと、うん、東条さんから見て、まあ、うわー、強い、強すぎる。ここで積もったのは登場です。さあ、チュン、そしてあんこになったドラが3つ、さらに赤も1枚あります、うん、さあ、ここでしっかりと上がって登場、さらに親番を連チャンということになりました。さあ、これで6000オールの上がりで再び親番です。なんか本狼チートイツってドラがなければ6400じゃないですか、うん、あんなに綺麗で芸術点高いのに低くないですか、うんうん、なんか前田さんの力で変えられませんか。まあそれはね、変えられることはできると思う、うん、なんか悲しいんですよね、本狼チートイやっても。これがでも3着見なかったね、今2万切って、あ、出た。いやすごい、だってさ、もう公式ルールさ、打ちすぎてるか分かんないけどさ、3着欲しいですよね。表で2万切るないでしょって思っちゃうもんね、これね。だって1と2どっか、2と3どっかから持ってこられないかな。そうそう、なんかないことは分かってても見たくなりますよね。そうそう、うんうん、私には切れないみたいなさ。だってこんなちゃんと3色じゃないですか。そう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 でしょ。したい、したくなっちゃいます、うん。お、チュンアンコ初といつ、ね、あれ？初がここに1枚。チュンがアンコ。あ、泣けた。泣いた。ザワザワワワワ。今日両面両面ではあるんですけど、まだまだいけますよ。いけますよ。また？でも2回目の役満？でもね、すっと上がれなかったけど、ね、そうですね。ね、そうですね。でもこれトップ取りだからな。うわ、切った切った。出た出た。何出た出た出た。当然の人だと思ったけど、何が何が何が何で何で文句文句文句じゃありません。どういうこと伝えと伝えときましょう。怖い。チュンはね、すっとね、切ってね。さあ、見ていきましょう、先輩たち。白どこ行くでしょうね。ただ勝俣はね、まず天敗を取ったら、今のこのトップしか意味のないものですからね、しっかり上がっていくでしょう。ここもスーピン引き入れたが、ちょっといや、もう完全にチートイツに決めちゃってるんですよね。結構グレートムネさん、チートイツに決めるのも早いですよね。そうなんですよね、結構多いですよね。親番でも結構スッとチートイツ、守備力はね、もちろんあるけれども、受け入れは狭くなっちゃいますからね。天敗っちゃったよ。あ、ちょっと残念。あ、これでも羽もあるでしょ。小三元赤ドラあるもんね。赤ドラか。あ、赤ドラ。ドラない。ドラはないわ。あ、テンパった。じゃ小三元赤リーチだね。あれ？一枚。あ、そっか。あ、じゃあこれなんですよ。そうそう、この数層が上がりになってます。もっと早く言ってよ。あ、失礼しました。テンパイって言ってると思って。さあ、小三元赤、これは満貫になります。8000は8600の上がり。悲しい。しかも全順チースを間に合ってるのに、ね、本当ですね、もう一回。さあ、グレートムネさんにとっては大事なね、一つ勝負親番だったんですけども、あ、でもそうだ、これだ。
残り21分50秒このあと抜け番とかも考えるとこの親が本当に重要な親番ですね、うん、この親だけは、うん、そうですね何の4曲です。グレートムネさんの親番ドラはチーソー、あ、うん、ドラメンツ赤ドラじゃないですか、いい、さらに赤がもう一枚、悪くない、まあ、悪くない悪くない打点はある、そうですね、打点はある、打点はある、あの感動ピンの部分、そうですね、そうね、まあ、ペン3ピンもあったけど、一旦ソース読んで、あれ国士だねこれ、あ会長これ国士でしょう、あれこれすごいない、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ぐらいに見える、あまりが3枚あった、うん、10じゃない、パッと見すぐ分かんだよね、え10でしょ、3枚あるから余ってる、はい、早いですね、うん、コツ聞いといた方が、どうやって九死九敗のコツも意味 今更知ってもあんまり意味がないでしょ役に立たないあれよ本当今更本当ちょっとがっくりしがちなんですけどさあグレートムネさん本当にこれいいもらってますからね、ペン3品引きましたから引いてる、2回引いちゃった、これリャンカンの方埋まってシャンポンになっても9万とパーソーのシャンポン即リッチになるか、9万1切れか、両方とも、あーこれはパーソーになりますかね、パーソー切りたいです、うん、これで後継のリャンメンとリャンカン、はい、これは嬉しい、嬉しい、6000、あ9000オールだ、あれはもうさあ先制取れるか、このローピンがこれでじゃあ老朽層引いたら、はいはい、あの白金さんはどっちリースの、関数ピンとか、それかリーチしないのか、リーチはするんですけど、うん、もう決めとかないと、そうですね、うん、今この状況だと、うん、この状況だとな、関ローピンにしちゃいそうだけどな、今すあちょっと上がそう、なんで関ローピンの方にしますか、パーピン切ってるんで、うん、まあ56、568から8切ってることはいっぱいあるけれど、うんうん、あの668とかはまだなさそうじゃないですか、まあね、まあ、まあね、うん、さあここ で, さらにでもみんな手出しのリャンピン、まあ、でも4は分からないもんね、そうなんですよ、どうなってるかっていうね情報としてはね、うん、あのパーピンぐらいだもんね、まあ、会長はどっちもなさそうだけど、そうですね、そうですね、会長の捨て牌はなさそう、この勝俣にどうかっていうのがちょっとまだパーピンだけだと読み切れない、うん、ただローピンの方にするとローピンにそうです、え、まだそのはい、前田さんどっちにしますか、これは3ピン切ってリーチしますね、これもう4と6、うんうん、お一緒に3人同じ回答でした、うん、あそうか、自分で9ピンしかも切ってるんだよね、あそうですね、うん、そういうの、まあ、切ってないとしても9ピンの方が山にいそうだから、うんうんうん、後々9ピン持ってきて関ローピンになるかな今から言い直してますよ今でもな、妥協からしてな、でも4の方がじゃあ若干ほんの数パーセントいいんだけど、結果どうなの会長は会長いい射点、ね、会長のじゃあこれちょっと上がり直しがちょっと ね、そうですね、どうなるかだね、でもこれ上がりのがいいそう、いいそう、助かったね、いいそう、助かった、いいマンといいそうか、いいマンといいそう、いいマンといいそう、どう、あーローピンなくなった、あーやばい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 、もう私たちはもう報酬するだけかもしれない、私たち報酬関ローピン受けて国士の報酬のパターンですか、でもさローピン一切れになったじゃんリーチの前に、はいはいはい、うーんこれどうするの、まあ、テンパイ取るのかな、あパーソー切れ、あリーチ考えてるってことですか、コツも止まってますね、会長は3ピン持ってない確定だから、ああリーチ考えてたんだ、うん、さあここでリーチの選択です、で怖いのはあーチンカもうそうか、スモバンがあと1回か、さあサブローピン急走どうなる、勝又 VS グレートムネさん、危なかったね、でもよかった、危なかったですね、先輩だったら持ってきちゃってましたね、あと1杯ずつ、ほい嘘、さあどうか、嘘、さあこれは大丈夫、さあ2人とも手が開かれます、さあここは勝俣とグレートムネさんの2人転廃で流局です、まあとりあえず親番がつながったのはよかったね、
さあなんとかこの命がけのこの親が命がけあと15分しかない命がけですよ命かけちゃダメだよロンロンカップに命かけちゃダメだよマジそんな怖い麻雀やってない漫画じゃないんだからねえ怖オールインはでも命をかけてないもんね、お金をかけてるけどさ命をかけてない命はまだちょっとかけたことないです魂の親番ですよタンスピンいやここはねただプロ2人と同じ待ち取りになりましたから皆さん、まあ、でも冷静に考えたらね急に返ってくる後付け結果見てからになりましたトリプルバックぐらいの後付けするからねさあまだこの宗さんの親番続きます。教託2本になりました。はいドラさんトンバうわーうわーさあドラスーピンです、かっちゃんが抜け番の時に ね抜け番の時に登場さんは上がっておきたい抜けたいですよね登場はさらに加点して、うん、しかも親番の宗さんのうわー何この小さー最高どっから持ってきたんだろうちょっとこの手見てください厳しすぎるどっから持ってきたんだろうね、どっから持ってきたんだろうねそうですね小さーあれあここもチーピン引きますよ引くね宗さんに分けてあげてくださいほら4連携になって自敗もゆっくり話して宗さんは白髪チューンもうなんか重ねたい欲しいとこ多すぎてさなんか重ねたい白髪チューンしかも重ねた絵も実は会長とそうか重なっても嬉しくない重なっても全く嬉しくないせめて動かないとこれ動ける形にしないと厳しすぎる。そうだね。ちょっと次の親番ちょっと回ってきそうもないもんな。回ってきたところであと1曲ぐらいになっちゃうかもしれないもんね。残り15分10秒です。うん、あ、テンパイ。どうします？リーチでしょう。東条さんは。おお。本店もできるように。パーソポンからのこのまま完了ピンで。いやでもリーチあるかと思ったけど。リーチしそう。いや会長これ第3あでも初もう切れてるからね。だったら、ね、リーチないんだ。でパーソンだけだもんねポンって、まあ、ドラマもね、うん、泣けるけどさ。さあこれで白を仕掛けられますチャンスになったさあこれで会長もテンパイいやでも今からつむぎりリーチできないなそうなんか気分的に気分的に会長テンパっちゃってるからあ、まあ、つむぎりリーチしたところで降りてくんないし、うん、あ、また横に置いたね今ね新しいねカメラに見せないように横に今リーチでしたねそうですね、だからね、リーチあるなって言ったじゃんということになりました。ツモドラ1です。これリーチないんだな、なんで。うーんパーソーよし。パーソーはあの時点だとテンパイ時点とは分かんないですね。そう分かんないよね、はい、そこまでね手出し急走手出し東条さん 100% リーチだと思ったけどな。ポンして急走手出しだからパーソーが持ってるパターンも全然あるから第三弦ない段階で ねなんか会長本一だろうと思ってたのかもしれないけどその読みいやでもねいやそんな安い資格するわけないからさ、まあ、そうですねさあこれでそうですよねリーチしてればというところが1000は1300オールになったのか、うん、ってなるとあ、ドラさんでした。すみません、ドラさんです。ドラさんだよ。あ、失礼しました。スーピンが、あ、そうかそうか。スーピンが、え？スーピンがドラだからリーチ。そうかそうかそうか。さすがに、つものみなさすがに。そうか、どっから教えればいい？でも麻雀の、麻雀のルールから教えればいい？じゃあちょっと。ドラ表示牌、ちょっとあれなんですか？あのドラなんですか？あれの三層のドラは。ドラってご存知ですか？なんでドラ1だと思ったんだろう。これで、大きくまたじゃあ4000オール上がって、勝俣、うん抜けてる時に一つまた上がりを戻したと、ね、まだ突き放してはないですけどす、ね、さあドラは数層です。さあこれで赤また登場がかなり高打点が見えます。形はまだね穴開きのところもあります。会長はもう是が非でもこの親は ずっと続けるしかない。命がけで命がけちゃうやっぱ命がけになりますよね。命がけちゃう簡単にかけるね今の子今の子簡単にお金も命もかけちゃうね。怖いねちょっとね一曲一曲に本当あシャーが重なったシャーチャーですよね。ダブあダブシャーダブシャー赤赤数層が生まればドライチとかかっこよくないねダブシャーっていう響きね。そうですねかっこいい方考えてもらっていいですか。かっこいい言い方ダブトンってなんかちょっと嬉しい感じするけど、はい、ダブナーもダブナーかわいいダブシャーなんだろうなんか汚く聞こえるなんだろうねダブシャー
さあこれで白も話して、いや登場がもう一発決めてくるかもしれないな。どうするか、一応これドラスーソなんだよね。チーピンだ。全部リーチですかね。あ、全部リーチでしょう。これで難しいな。ここでドラの2つ話す。確かにな、親番ということもあって、まあ両面両面だけど、ね、悪そうだけど、でも分かんないもんね。そう、悪そうだけど選べ、じゃあ上下どっちってなっちゃいますもんね。どっちも持たれてるもんね。どっちも悪いです。実際はそうなんですよね。一番自由な方がいます。うん、でもそういう意味で東条さんも言いそう切らなかったね。うん、安全でもあるし使える可能性。そう、あ、集約されてくる。来たよ数ピンのくっつきだよ。こういいピンポンから。あ、でも、あ、来た来た、9ピン引きました。さあリーチだ。さあ、いい数ピン待ち、高め、いいペーコー。この数ピンの周りも全然ないですもんね。うん、あ、テンパったよ。勝負だ。うわ、熱い。さあ、ウーピンも引き入れて、サブローピンも簡単。でもローピン2枚いるね。あれ、テンパったよ。どうします、どうしましょう。いや、数ピン切るか9ピン切るか。9ピンもあるけど、でも全部ションパイ。え、これ何切るんだろう。ここで勝負かけるかどうかだよね。うわ、9ピンだ。さあ、ここは数ピン短期。数ピンは1枚います。自分で1枚と数ピンいるね。1枚いる、1枚か。熱いローピン、もう一回9ピン切るか、これか2ピンのコツ考えてチュンチュンいくか。いやー、ローピン二択だね。ローピンは登場の当たり牌。わー、これ切ってリーチだ。さあ、数ピン、ただこれは森山の上がり牌です。勝負かけたね、すごいな。さあ、森山からロンの声です。リーチピンフ、ドラは乗りません。2900の上がり。さあ、熾烈な3人のバトル、ここのぶつかり合い、まあ、そうだね。打点もあったしね、東条さんから直撃にね、はい、取れるチャンスでもあったからね、勝負かけましたね。逆に言えば森山はかなり厳しいピンズの方を2メンツ残しました。2ターツ残しましたけど、これはうまくいきましたね。そうね、うん、ここはリオちゃんね、はい、勝又さん以外1回でも会長も近くなっちゃうのか。そしたらもう一つこの親で来ちゃうかもしれないですね。そう、勝又さん以外に上がってほしいなって思いながら抜け番を過ごす。うん、姉さん頑張れと。さあ、これね、うん、縦並びの感じになっていますね。まあさすがにね、さすがにチーピンとかね切らないよね。大事な親番だし ね、そう役配重なってきたら。会長親番の時はね、ちょっとやっぱ打ち方変わりますね。先ほどもありましたよね、愚形でもこう連チャンしっかりできて、誘惑誘惑リャンピーとりあえず。そう、誘惑。ドラドラはこちらです。勝又ドラドラだけ。チートイツかな。シャーバなんですね。気づいた。重いって思ったけど。ああ、来たけど来ちゃった。行っちゃった。行っちゃダメだ。いや、でも全体的にね、想像もあんま持たれてないから、これチャンスかもしれない。うん、チャンスですよね。うん、ああ、いらないですね。さあ、これで一気に想像に染めていきます。あ、チートイツ進んでいく。リーピンはあんこ。グレートムネさんはどうしましょう。ムネさんもちっといドラドラ構想ですか、多分。シャーもね、まだ1枚ありますからね。スワンコ、スワンコトン、サウピアンコトン、まだ1枚か、綺麗です。そうです。さあ、勝又も仕上がったら高い。グレートムネさんも慎重にね、重なる牌を選んでいきます。うわー、来てますね。この手牌です。足音が聞こえてきますよ。足音。ひろめさん、鎮逸得意。鎮逸はアプリで頑張って勉強してます。あ、アプリあるね、はい。対局前に絶対やりながら、あ、そう、俺あれやると止まんなくなるんだよね、楽しい。ああ、あのアプリですか。そうそれで乗り過ごしたことあります。あるでしょ。やば、対局前に大事だと思ってやってさ、対局に遅れるとかあるよね。それは本末転倒ですね。スーピンがあんこになりました。移動中にね、できるアプリっていっぱいありますからね。そうそう、今ありがたいよね。
そう、なんかやっぱりスマホでいろいろな、まあ、多面ちゃん待ちとか陳一のアプリもそうですけど、うん、あとはこう点数計算のやつとか、うん、こうみんな移動しながらちょっとできるもの、うん、あとは普通にゲームもできるじゃないですか、麻雀、うん、ゲームも、なんかそういう媒体がいっぱいあるのはいいですよね。いいですね、ほんと。映像対局もね、こんなやー、きたー、すーごい力強い意識でしたよめっじゃあカチャカチャカチャってやって綺麗だったなすごいささっと綺麗に。アトミックはやりませんでしたね、でもね、はい、いやチュン重なっちゃったから不満じゃない、はい、でもチュン重なってもね、なんかチュン待ちにならなかったから、そうですね、そうそう、はい、んじゃあこれで待ちはギャンパス、あ正解です、はいはい、正解です、はいはい、どう森山会長ギャンパス重なってたら嬉しかった、パーソー2枚のお数えてくれてる、パーソーが2枚、ありがとう、アンパスにもいるんだ。嘘が？キャンソーはどうですか？1枚。お、嘘が？い、一枚？お、いるね、いるね、いるね。結構いますよ。いる。いや、この順目でさ、そんだけいったら。ああ、カン。お、強気強気。もう行くしかない。まあね、そう行くしかないですよね。スワンもチャンスだもんね。わあ、また新しいスポーツ大変なことになっちゃった。大変なことになっちゃった。やばいやばいやばいって。うん、うん。なんだその牌なんだ、おー、あー、ジーソー、え、次の牌はこれ危ないね、さあこのリアンソー怖いですよ、来ない、これどうなるんですか、教えてください、教えてください、これはね上がり生まれちゃいそうです、生まれちゃいそう、でも上がれるのバチーン、なに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 、何点何点、お、高め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 、さあリーチツモメンホンイーペーコ赤1、2、うん、倍まんまですかね、あ裏か、裏はどうですか、見せて、言いそうっぽいですよ、あの言いそうですね、10番まで、10番まで、そう、倍満、倍満まで、12,000、12,300オール、さあここは倍満になりました、12,000、いやでも12,300オールでしょ、でかっ、でかいですね、でかい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 、りょうちゃんラッキーって思って、東条さんまだか、まだそう抜け番だったんですよ、ね、ここでそうかそうかそうか、でもこれまだねもう一発です、そうですそうです、いやでもこの表情本当だ、マジみたいなマジあれあの人やるじゃんいや俺だから今リオちゃんが言ってたね、リオちゃんが言ってましたね、そうそうそう、上にこう出てたの、やるやるとは聞いてたけどやるじゃん、今読み上げただけですよ、マリナさんはそうそうそう、俺はもう代弁してるだけだから自分の意思で何も語ってないから、ね、でまたいいですよ、これ来てる来てる、これは来てますよ、ウーピン、赤も一枚含まれていて、ドラはローソー、何このソーズの形、あでもピンズ、ピンズしちゃったね、ただすぐねいい形になってすぐテンパイになりそうですけど、あれあれ、あれちょっとカメラカメラカメラが当たっちゃったかもね、カメラね、あなるほど、うん、100万までありますきっと、あるトンナンシャードイツ、え、すごい、ペイはない、ペイはない、ペイは全山、全山、ペイをまず自分で1枚、あ、でも3山だ、ペイを自分で1枚引くことから、ペイ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 、とりあえずピンズの本一も見つつ、でも最大100万だ、いやあっという間に会長がキスを、ウーピン切ったね、これシャンポンリーチの方がいいと思ったよね、イーピンとキューピンのシャンポンの方が残る形になりそう、イーピン切ってね、両冠両面にするかと思ったけど、そうですね、あこれなら変わらない、変わらない、あっという間だ、むしろ切り順としてはこっちの方がね、スッチーピンはいい、まだね、さあリーチピンフ赤、スッチーピン待ち、え、大きいよねこれね、リーチピンフ赤ドラドラですよね、積もると9000円は9000円だね、一気に逆転だよ今度、やばいって超積もりそうドキドキしたでめちゃくちゃ残ってますもんね、はい、6山ですああでもでもムネさん行くしかない、いやもうあとペーペーペーって持ってくれば完成だもん、そうそうそう、とりあえず白切って、ちょっともうちょっと待っててください会長一般ユーザーさんがすごい量作るので、ちょっとだけ待っててください、ちょっと、ま、あのドア開けて行ってきてくださいちょっと待ってください、ちょっとだけ待っててくださいえ、もうリオちゃんからしてもよく、リオちゃんはチーピン持ってきたんだもん、1枚いた1枚いた1枚いたよ、ポン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 だ、あでもシャーもな、もう全部山だ、ね、そう山ですもんね、全部山だ、会長が今持ってきたらあれあれ余計なもん重なったよ、おいあれダブルヤクマンが
ダブルヤクマ狙っちゃうとスーピンでロンって言われちゃうわけよ。わかるかな。あーこれもしょうがないよ、これしょうがないよ、ダメだやだやだやだ。さあリーチピンフ赤ドラドラ、うわーダメだ。さあ跳ねまんだ1万8000オールでしたよ。1万8600点ずつだから1万9200か、はい、よくできました、はい。ひーりおちゃんどんな顔してんだろう今。いやもうおほーって、はいはい、この人何。いやこれはちょっと点数見つめてますよ、あれ結構やばい、もしかしてよ気抜いてて。すごい点数のかっこいい移り方した。やばいな、もうこうなるとなんかサンマってほんと止めらんなくないですか。ですよね、どうしようもないもんだって、どうしようもない、うん、さあこれで3本場になります。森山のお野蛮です。さあもう逆にしちゃいましたからね、すでにドラは数層、あトントイツ初トイツ、うわ本当、しかもドラはドラはない、どうせすぐ持ってきますから大丈夫です。でも乱層も9ピンもトイツじゃないですか。あもうだって他がこうなっちゃうんですもん、あるあるだと思うんですよねこれ。時間1分切ってるというか、これが多分最終局なのでプラス1曲、これプラス1曲、ね、あじゃあ同じ2人でそうですね、同じ3人で胸さんがもうこのまま、そうですね、じゃあもう今勝野さんはこの残り2曲でかっちゃんはこの2人をうまくなんなきゃいけないので、はい、うん、この曲何て上がって次何て上がればいいかまで今計算してますよね。考えてます。次親番の中計算中です。さあこれでリオちゃんバラバラだもんね。いやこれが、ね、あ感謝じゃないですか。怖い。さあトンカカンシンドラリャンピン一旦大丈夫。これもしかして何笑ってんの。いやいや本一は狙うに決まってるじゃん。はい、すいませんでした。当たり前じゃんもう。この後どんだけ麻雀見てきたんですか。見ます本当に見ます。いやこれ微妙だね。これもちゃんともあるよ。どうしましょう、保険として。じゃあ一回シャー切ってみます。お茶濁して、濁した三品とかウーピンの時は一回、でもここで安い上がりもちょっと微妙だもんね。そうなんですよ、うん、まあ、一回リオちゃんと直対にするという意味では勝本さんに上がられるぐらいなら、はい、あるかもしんないですけど、ね、いや勝本もなかなか、あペン3ピン入った、ペン3ピン入ったけどですね、リオちゃん、あさすがに、さすがに。さあここはいち早くテンパや森山いい数層待ちになりました。休め高めないのがね、うん、いいですよ、ね、いいかもしれないけど、初出たらポンするんですか。どうですか。いやちょっとそれも考えたんですけど、うん、ちょっと他のチーピンパーピンキューピンがね、うんうん、微妙だから、うん、出たよ、出たああ順か、まあ泣かないでしょ。でもちょっとなんか重かったですよね。そうちょっと考えたと思いますよ。泣くかなってドキッとしました、うん。さあ初は仕掛けずこのまま、さあ椅子総待ちのテンパイ取り続けている間に時間になってしまいました。あらこれ次これ買っちゃ危ないね。そうですね、ここそこからの椅子で次オーラス2人であ戦いになりますか。さあ浮いてるんですよ。いや買っちゃうとしたらできたらね、本当はね上がって親番持ってきたいんだよね。東條さんがあるでもまだよしで、親がないともうそう相当きつい。さあこれだ。さあ森山からロンの声がかかります。トンドラはありません。ちゃんたね、あ失礼しました、トンちゃんたの上がりになります。さあここはテンパネ森山の上がりです。さあ3900の上がりの3本場になりました。で勝又はこれ親持ってきたかったんですけどちょっと難しいままと。そうですね、はい、でグレートムネさんはここで一応ラスの確定ということになりますので、うん、このまま抜け番ということになります。さあ先ほどと同じこの3人で争われると。さあグレートムネさんはねちょっと2曲連続で見なきゃいけない、ちょっと一般ユーザー代表でねここまでなんとか残ったんですけれども、うん、ちょっと見守る側になってしまいます、
親場の手配がね厳しかったですよね。関数ピンか関ローピンの選択を迫られるし、プロと同じ選択したのに、いや前田さんは数ピンって言ってましたよ。関数ピンって言ってましたよ。あ、前田さんさすがです、まあ、関数ピンだよね。条件計算してますか。そうですね、そうですね、はい。いやこれ勝又君、これ役満通門は1万6000ホールだからあるか、大丈夫だね。役満通門は大丈夫ですね。オーラスの前にリオちゃんは4本場1234262400の今手で828でしょ。会場が1万400点差ですね。満貫で上がり届きそう、はい、そうですね、2400あるから同点だ、まあ、そう、満貫じゃない同点、じゃんけんだ、じゃんけん。うわー、だーい、じゃんけんだ、じゃんけん。さあこの4本場があって2400点ベッドであるので満貫を上がるとなんと同点と。満貫はあれ逆転じゃないですか。あれ8000はあの1400になるので、あ、そうだそうだ、そうそう、だから同点になって、こうじゃんけん、うんうんうん、あ、あ、か、会場を出してるから本場。そうか、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 そうか。1万800点差。そうか、この400点分今出てるからね。そうか、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 そうか。会長が、あ、なるほど、なるほど。本当はこれに400点足されてるのか。2600オール積も上がりになっちゃうと登場が同点になっちゃうので、うんうん、その時は、うん、はいはい、このロンロンの特別ルールとしまして、うん、じゃんけんで。ちょっとじゃんけんみたい気もする。じゃんけんで勝ち上がりを決めるということになります。ただもうあのドラドラなんでね。あ、じゃあ満貫以上はもうこれはトンが泣けるかどうかだな。いやー、さて重なった。じゃんは厳しいね。あら、あー、いいですよ。両面両面。まあ両ピン切っときますか。はい。ね、赤ピンとかありますからね。うん、さあこれでね。リーズもドラドラ文句なし。これね、早いで1来たらもう会長もね全部折り切れないしね、うん、ぶっちゃけもうお祈りするには3万長すぎるんでね。長い長い本当。こんな順目からお祈りしてたらマジ本当にお坊さんなんだよね。3万ですからね、本当にまだ途中でなんか悟りとかね、そうですね、なんか悟りそうだよね、なんかね。何順残ってると思ってるんですか。いや勝又もちょっと役満作りきるには時間が足りなさすぎる。ちょっと役満の種も、あ、種、でも今さ、当時さん言いそう切ったね。言いそう切りましたね。これさ三蔵切っておいて、言いそうとドラのね引きで今リーチかけられたでしょ、はい、チャンスですか。いやどうだったかなと思って、 あんまり言いそう切りメリットそんなない気がするんだけど、これがちょっと響いてきそう、どうなる。さあ換算ピンが3枚目だから別にもう、うん、スピン切り、あ、ペンドース登場が仕掛けていった。これで単4の仕掛けだ、OK、あら、うーん、これどう、出上がれないですもんね。そうなんですよね。で、ローソー、そうです、これ単4の仕掛け、ローソーの片上がりの形になっています。あー、いやこれちょっと微妙な気がするな。どうなんですかね、リーチしてもどうせ積もらなきゃいけないからこれが直撃も、ね、あるからっていうのだ。いやー、これでローソーがね目に見えて切られちゃってますからね。ただもうローソーのみになっちゃうもんね、はい、でもね、これやっちゃうとね、このやっぱ急走ね積もっちゃった。あ、これでトイトイにできるね。これヤンズを切っといて、さあローソーは2枚勝又から切られたところ、これ小さいパーソー重なりでもいいし、これスーソーポンしてね。さあこれで一旦形変えて、さあ勝又も少しずつ小口作っていきます。この間にローソー積もったら OK だし、うんうん、あ、そうですね、そうそうそう、あらららららら、トンが深いですね。トンが全然姿を見せませんね。さあ森山の方、ああ、これだこれこれだ、危ない、リャンウーソー、さあこれでポンして、さあテンパイです、リャンウーソー待ち、どうなるんだ。さあトン赤はこのまま会長が逃げ切るのか、それともさあローソーもまだ山にあるぞ。
さあここ上がりきったのは森山です、うん、さあこのままこの森山重和会長がトップ通過を決め、このまま決勝戦へ進むということになりました。敗者復活戦準決勝から決勝進出を決めたのは森山重和プロということになりました。おめでとうございます。